アデレード・オーバルはオーストラリア、南オーストラリア州のアデレードのあるクリケット場。1871年に南オーストラリア州クリケット協会により創設。またオーストラリアンフットボールリーグのポートアデレードのホームグラウンドでもあり、夏場にはオーストラリア代表のテストマッチやクリケットの試合が行われる。2007年から2010年まで。 イブセブンズワールドシリーズオーストラリア大会の会場としても使用されていた。また2003年には W 杯の会場としても使用されていた。2015年にはデー・ナイトクリケットとして初となるテストマッチが開催された。特別観覧席と対イングランド戦1889年の特別観覧席。 ケネスミルン設計のアデレード・オーバルの特典掲示板1871年、南オーストラリアクリケット協会の発足後に、競技場が建設されたことからこのクリケット場の歴史が始まる。1888年の間に、スウィッチバックレールウェイが建設され、それは現在のトレンズ川川岸にあるアデレード・オーバルに隣接していた。1900年に、食い垣が、 アデレード・オーバルの競技場の周りに設置され、1911年に、現在のアデレード・オーバルの特典掲示板が、建築家のケネス・ミルンによって設計され、運用されるようになった。1874年に開催された、世界初の国際クリケット試合1932年33年に、行われた、クリケット試合2008年から9年に行われた、オーストラリア対インド戦2015、 クリケットワールドカップの昼夜戦アデレードオーバルでは、クリケットの他にも、フットボールやサッカー、サイクリング、ラグビー、野球、アメリカンフットボール、テニス、フィールドホッケー、ハイランドゲームズ、ラクロス、ワナゲ、モーターサイクルレースといった競技が行われる。1885年に開催された、コロボリー2017年のアデルライブ1885年に、競技場で、 アボリジニによるコロボリーが開かれ、一晩に2万人の観客を魅了した。1996年11月26日にヒストリーワールドツアーで訪合したマイケル・ジャクソンがコンサートを開催し、3万もの入場者が訪れた。2017年にはイギリスの歌手であるアデルがアデルライブを開催し7万人の観客がアデレード・オーバルを訪れた。ありがとうございます。